はい、皆さんどうもこんにちは。山下エンジニアリングの山下です。冒頭ちょっと動画見てもらったと思うんですけど、今回はバイクじゃありません。はい、ちょっと珍しい車の紹介になります。ずっと YouTube にちょこちょこ出ていただいてるんですけど、トイボックス亮さんにですね、新しい車を買ったというご連絡をいただいてですね、それをちょっと撮影させてもらったっていう感じです。はい、ベースはですね、スズキのカプチーノなんですけど、スズキのカプチーノをアメリカのシルビーコブラの、コンセプト、ほとんどコブラなんですけど、はい、なんていうんですかね、レプリカですよね。はい、もうでもすごい質感が良くてですね、僕も終始ちょっと興奮しっぱなしでした。その車に乗せてもらったので、その様子なんかをちょっとお送りしたいと、思います。わ、狭い。じゃあすみません、失礼します。はい、どうぞ。いい。あ、割と狭い。狭いですよ。はあ。会社なんで、全部車種か何から、いいように剛性あって遊びがなく。そうですよね。かわいい。あ、ウィンカーそこなんですよね。そうなんですよ。これがちょいと不便なんですけど、なんか操ってる感があって。そうっすね、雰囲気というか。じゃあ駅方面向かいますよ。お願いします。今マイクをマフラーに。おー、めっちゃいい音っすね。動画で聞くよりも全然。はい、上がるでしょう。いやー、最高っすね、天気いいと。いや、ギリですよ、ギリここまで。これ以上暑くなったら、多分熱中症になりますよ。そうっすね。どうしよう、それ走ってる最中携帯が吹っ飛んで、僕パンってキャッチします。パンって行くんで大丈夫です。結構でも風に負けるんですよ、やっぱり重さで。ちょっとなんで、いいっすね。よりも体感速度ありますよ。絶対あります、多分倍とは言わないですけど、だいぶ速く感じますね。ポルシェ乗ってるより楽しいですよ。いや、絶対そうですね。そのなんて言うんだろう、安全のマージンが、取られ、安全のマージンないですけどね。でもなんかそうですね、全てが、そう、全てが直感的だし、扱いやすいし、やっぱ体感速度でもミニマムなんで、ポルシェの場合。いや、そうなんですよね。ポルシェが楽しい速度ってやっぱり80キロ以上とか。そう、いや、もう大変だ。もうだって変なし、そうなんですよね。100キロ未満で走ってると、走ってる感じがしないじゃないですか。そうそう、たったるいんですよね。これだと50キロ60キロ別に今ちょっと駅の方行っただけでも、すごい楽しいですもんね。そうなんです。いいの買いましたね、りょうさん。い
いいおもちゃただ多分ゴールデンウィークまででしょうね。ああ暑いと乗れないからそう暑くてだからあれじゃないですか、去年もジュリア買った時も、はい、ゴールデンウィーク超えちゃったわけですよ。あれ、あ、そうですよね。だからそれで乗らなくなっちゃった。それ乗れなくなって、いやいいっすね。はい、というわけでコブラに乗せてもらった様子をですね、まあ、ちょっと断片的というか、はい、まあ、まとまりのない編集で申し訳ないんですけど、その様子を、お送りしました。すごくですね質感も良くて、まあ、とてもちょっとカプチーノがベースとは思えないぐらいすごくもう作り込まれた、ものでしたね。もう日本で4台とかしかないとかっていうなんか噂なので、もうすごい貴重な車ですね。でウェイトとかも多分実際のコブラよりも相当軽いんですよね。多分700キロないぐらいだったかな、まあ、ちょっとネットで情報ちらっと見ただけなんですけど、もう本当に下道、なんか街中乗るだけでもすごい楽しい感じの、車でしたね。もうキビキビとしてて、あとやっぱりすごい目立ちますね、はい、もう注目度が、抜群だったので、まあ、本当にどっから見てもまあ、かっこいい、まあ、かわいい車でしたね、はい、もう僕もちょっとお金があればちょっと欲しいかなと思いましたけど、はい、まあなかなかの値段なので、はい、まあトイボックス亮さんね、まあ、車とかバイクだけじゃなく、なんか服装とかもすごい、まあ、センスあるおしゃれな方なんで、結構まあ遊びに行ったりとかしてるんですけど、まあ、その度すごい良い刺激をですねもらっていたりします、はい、まあその人生の先輩でもあるんですけど、まあまあその仕事のこととかも結構いろいろ話したりとかするので、すごくいい影響を、いただいてますね、まあ、そんな方が本当に、まあ、すごく近くに住んでいるので、まあ、結構ありがたいなと、まあ、ご縁を感じたりとか、しています。はい、今回はちょっとコブラの映像だったんですけど、次回ですね、実は今日じゃないや、昨日ですね、まあ、コブラの他にリフトアップした軽トラですね、そっちの動画も撮ってあるので、まあ、次回はそっちになるのかな、ならないのかな、まあ、あとちょっと在庫のバイクの動画になるかもしれないんですけど、はい、今ちょっと後ろにある、XV ですね、はい、もうエンジンちょっとかかるようになって、これからぼちぼち、まあタンクの場所を決めたりとか、シートのデザインとか決めたりとかっていうところまで、今来ています、はい、まあ、そのあたり、まあ予約の施策が何台かあってっていう感じですね、はい、今のところ。まあでもやっぱちょっとその TW のね、あのタイヤがまだ日本に入ってこない感じなんで、まあ、そこはちょっと、まだまだ困っています、まあ、あとすごい今円安ですからね、はい、一応海外からも部品取れるんですけど、まあ、値段が倍以上になってるので、まあどうしようかなっていうところはあるんですけど、はい、まあまあそのね XV やりながら、もう次の TW で、 TW の次は稲妻っていう感じで、まあ制作をしていくような、感じとなっています、はい、もうまあ、世間はねゴールデンウィークなんですけど、なんで僕も今ちょっと半袖です、はい、もう関東結構暑いですからね、昨日も25度、今日も25度ぐらいあるので、まあ、バイクに乗るにはねすごくいい季節になりました、まあ、僕はめったにバイクちょっとプライベートに乗ることはないんですけど、はい、まあ、粛々とまあ、YouTube と制作続けていきますので、今後ともよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。